青木由美と佐々木千秋の愛され召し上がれ。皆様だいぶ秋めいてまいりました。お元気でしょうか。料理カウンセラーの青木由美です。皆さんこんばんは。食欲の秋楽しみにしております、女優の佐々木千秋です。さて始まりました、愛され召し上がれ。この番組は婚活は料理、レシピ作りとカウンセリングからをコンセプトに、料理カウンセラー青木由美さんがラジオを聴きの皆さんに分かりやすい婚活の方法、お料理のレシピ、最新便利調理器具情報など、料理と婚活などですね、アラサー女子目線のトレンド情報満載な番組でございます。ではまずは今注目の料理カウンセラー青木由美さんの略歴をご紹介させていただきます。青木由美さんは千葉県のご出身で、調理師専門学校を卒業し調理師免許を取得。その後専門学校でアシスタント講師としてご活躍の後、2012年に起業されました。料理はコミュニケーションという考えのもと、料理の作り方だけを教えるのではなく、料理を作る時間管理術、冷蔵庫の中身で料理を作れるようになる調理理論を指導され、全く新しいスタイルの婚活方法を提案する愛され飯を確立されました。現在は食を通じて女性が心、時間、経済の豊かさを得られ、安心して子育てができる日本の未来のために、この番組をはじめ婚活料理教室、各種セミナー、取材、執筆など精力的に活動されていらっしゃいます。紹介ありがとうございます、はい、そしてですね、今お話しさせていただいております私佐々木千秋と申します。普段はドラマや映画に出演させていただいたり、佐藤製薬様、リゾン様他の CM などにも出演させていただいております。そしてここ市川うらら FM さんで、言霊アラカルト、ファントレタイムという番組でもレギュラーパーソナリティを務めさせていただいております。こんな2人で毎回皆さんに料理、婚活などについてお伝えしてまいりたいと思います。それでは初めのコーナーは、冷蔵庫の残り物3段活用のコーナー。このコーナーは冷蔵庫に残っている食材をもとに、誰でも簡単に作れる追加の一品についての簡単なレシピを紹介していくコーナーです。そして残り物三段活用ということで、一つの食材に対して3つの簡単な料理レシピをご紹介させていただきます。それでは由美先生、今日の食材は何でしょうか。今回はですね、はい、きゅうりについての3つのレシピをご紹介したいと思います。きゅうり、確かにね、冷蔵庫でね、ありますよね、残ったりしますよね。はい、このきゅうりって体内の余計な水分を排出してくれるカリウムっていう成分がね、たくさん含まれているので、うん、デトックス野菜なんですよ。デトックス効果があるんですね、女性はね、やっぱり嬉しい効果ですよね。そうですね。ということで、はい、今回の3品ですけれども、はい、まずさっと1品、たたききゅうり、たたききゅうり、そして2品目、蛇腹きゅうりのポン酢あえ、蛇腹きゅうりのポン酢あえ、3品目、きゅうりの軍艦寿司、きゅうりの軍艦寿司、この3つをご紹介していきます。わー、楽しみです。でまずね、1つ目、さっと1品、たたききゅうりですけれども、はい、これきゅうりにですね、お塩をかけてもらって、はい、でまな板の上でですね、まな板に押し付けるみたいにですね、転がしていくんですね。押し付けるみたいに転がす、これ板ずりと呼ばれる作業なんですけれども、はい、ゴロゴロ転がしていって、うん、で色をね、綺麗に出してくれる効果があります。へー。でその次に、きゅうりを雑巾絞りをするみたいな形でギュッてこうひねってもらうんですね。はい。でこのひねるとですね、きゅうりが割れますので、これを一口大に手でバキバキと折っていきます。あ、手で、手でやっていきます。あ、そうなんですね。包丁使うよりも手でやった方が味がよく染み込んでいくんですね。はいはい、そしてね、きゅうりまだお塩ついてる状態ですので、はい、水分が出てきたら水洗いをしてもらってお塩を洗い流します。はい、そして水分を軽く拭き取ったら、市販のドレッシングとあえて完成です。そんな簡単、ね、叩きって言うから、うんうん、なんかこう叩くものっていうイメージはそうですね、完全に、なんですけど、はい、こう綿棒ってやっぱりガンガン叩くと、マンションだとね、音気になりますし、そうですね、そもそも綿棒ないっていう人も結構多いと思うんですよ。私持ってないです。ですので、そういった場合にはキュウリをですね、雑巾絞るみたいにギュッとこうひねってあげると、それだけで割れますので。あ、じゃあね、叩ききゅうり作るのに綿棒買わなきゃなんて思ってましたけど、いらないんですね。
楽に作ることができます。そして2品目が蛇腹きゅうりのポン酢あえ、はい、これですね、まずきゅうりをまな板の上にこう横に水平に置いていきます、はい、でその次にですね、きゅうりの手前に菜箸を1本だけ置いてください。菜箸を1本置く、はい、はい、でそしたらですね、包丁を斜め45度にして斜めに薄い輪切りをずっとしていくんですね、はい、でこれ菜箸が下にありますから、完全に包丁入らないじゃないですか、で菜箸で止まるんですよ。菜箸のところで止まる、あ、なるほど、そういうことですね。だからね、繋がってるのバンコッキみたいになるんですね。でそしたらですね、これ1本全部切ったら、はい、きゅうりを手前に回転させてもらって、はい、で180度回転させると切り込みが入ってる方が下になりますので、はい、またですね、同じように斜め45度で同じ方向にずっと輪切りしていきます。はい、で次に、ここまで来るとですね、きゅうりがビヨーンって伸びる状態になりますので、はい、3センチの長さに切ってもらって、はい、で塩をかけてですね、水分がだんだん出てきますので水洗いをします。はい、そして水分軽く絞ってもらったらポン酢をかけて完成となります。なるほど。この蛇腹きゅうり、あの佐藤美久ちゃんがゲストでね、出演された回の時にお話ねしてくださいましたよね。これ蛇腹きゅうりって聞いただけだとちょっと難しそうって思っちゃうんですけど、菜箸使うことによってね、全部こう切れ目が入らないっていうところ、菜箸あるとね、結構ね簡単にどなたでもできるんですね。そうですよね、うん、そしてね、はい、3品目がきゅうりの軍艦寿司です、うん、これ何って思いますよね。思いました、すごく。ね、これあのお寿司屋さんで軍艦っていうとイクラとか、ね、はい、いろんな軍艦寿司あるじゃないですか。ありますね。あれの海苔をキュウリに変えたものだと思ってください。はい、でまずですね、今回のキュウリの軍艦寿司、はい、あのツナご飯をですね、はい、巻いていこうと思います。美味しそう。まずはご飯にツナとお醤油とマヨネーズを混ぜて、はい、ツナの混ぜご飯を作っていきます。はい、そしたらですね、きゅうりのヘタを落としてもらったら、はい、スライサーかピーラーを使って縦に薄くスライスしていきます、はい、そしたらですね、ツナの混ぜご飯を俵型に握ってもらって、はい、周りにきゅうりをくるっと巻きつけて完成となります。へえ、結構ね、こう簡単に作れるんですね。簡単だし、ちょっとおしゃれじゃないですか。そうですね、普通の俵型のおにぎりよりもちょっとおしゃれになりますよね。おしゃれになりますよね、うん、これ包丁なしで作れるので、あ、確かに、あの子供とね、一緒にワイワイ作るとか、うんうんうん、パーティーでちょっとね、はい、作るなんていうのでも向いていますね。なるほど。今回はこちらの3品ということです。あの私ちょっとポイントとしてね、あのたたききゅうりと蛇腹きゅうり の, そのポン酢あえのレシピご紹介いただいた時に、水分きゅうりから出てきたらちゃんとあの絞って水洗いをするっていうのが結構ポイントなのかなってなんとなく思ったんですけど、うん、そうですね、あのお塩かけてるときゅうりからだんだんお水が、こうきゅうり自体が持ってる水分が出てくるんですけれども、うんうん、はい、まあ、それをですね、あの洗い流してあげることによって水分が出てってるので、しなっとして味が染み込みやすくなるんですよ。なるほど。あ、そうなんですね。なので、まあまあ、あの水っぽくならないんですよね。なるほど、ちゃんとした味がついた状態になるとついていきます。今回もね、きゅうりってこう野菜サラダとかお漬物とか、それだけでなんとなく考えていたところがあったんですけれども、なんかこうね、ちょっと副菜としてあったらこれ嬉しいなっていう、今回ね3品ご紹介いただきました。実際まあ、あの使って作ってみたいななんても思いましたし、作れそうっていう感じがねしたので、短時間でパッと作れるのが、ね、うん、いいですよね。そうですよね。ぜひね、挑戦してみたいと思います。ぜひぜひ。ありがとうございます。いかがだったでしょうか。ぜひ近々皆さんの食卓にきゅうりを使った追加の一品が並ぶことを期待したいと思います。以上、冷蔵庫の残り物3段活用のコーナーでした。ランクザ調理器具、続いてのコーナーはランクザ調理器具ということで、このコーナーは各種通販サイトなどを参考にし、独断と偏見で毎月のおすすめ調理器具について青木さんからご紹介をいただくコーナーです。
今回はですね、はい、その発想なかったというようなアイデア調理器具ランキングをご紹介していきます。アイデア調理器具、料理の世界でもですね、アイデア商品ってたくさんあるんですね。なので今回はですね、まず場所を取らないこと、そして使う回数が多いこと、そして金額が手を伸ばしやすい金額であること、この3つをもとに勝手にベスト3をつけさせていただきました。お、楽しみです。まず第3位、コジットさんのベジシャキちゃん。ベジシャキちゃん、ベジタブル、野菜をシャキシャキしてくれる、シャキシャキしてくれるという商品なんです。こちら、Amazon で545円の商品です。お手頃。これですね、幼稚園とかのこうよくキャラ弁の中に爪楊枝とかピックって入ってるじゃないですか、可愛いやつ。あ、カラフルな、爪楊枝みたいなね、ああいう形をしていて、キャベツとかあと白菜の、芯のね中心部分に、その爪楊枝みたいなものを差し込むと、野菜の劣化スピードを抑えてくれて、野菜がね新鮮なシャキシャキの状態をキープしてくれるという商品です。そんなものがあるんですか。これ結構便利なんですよね。ね、確かにね、野菜の鮮度をね長く持てるっていいですよね。そうですね。そして第2位、西武インダストリーさんの折りたたみゆでざる。折りたたみ、折りたためます。こちらアマゾンで1382円の商品です。はい、こちらはシリコンでできてて、だからこそ柔らかいから折りたたみができるんですね。で、野菜を入れてお家で使ってるお鍋の取っ手に引っ掛けるだけで使える商品なんですけど、一つのお鍋でですね、茹で時間が違うお野菜を混ざらずに別々にね同時に茹でることができるものなんですよ。そんな商品が、なんかね一緒に入れちゃったりとかすると、こうじゃがいもはじゃがいもで取り出したいし、人参は別の料理に使うのにっていうことになっちゃいますけど、これが別々なのでかなり楽ちんにお料理ができるというものですね。そして第1位、パール金属さんのバターカーラーナイフガジェコンという商品です。カーラー、ホットカーラーとかありますけど、そうですね、丸くなる、これはですね、削ると、これでこのナイフで削るとバターがね、カールして削れるんですよ。薄くね。なるほど。こちらはアマゾンで756円の商品です。これバターナイフなんですけど、形がですね、眉毛とか顔用のカミソリってあるじゃないですか、細長いね手持ちのやつ、あの形によく似ていて、先っぽが、カミソリの代わりにこうバター削る刃がついてるんですよ。でバターナイフって真ん中におろし金がついてるタイプとか、いろんなものがあるんですけど、このパール金属さんの商品は深めの刃がですね、バターにしっかりと食い込んでいて、硬いバターでもスルスルと削ってくれるという商品でですね、今結構売れている商品なんですよ。あ、そうなんですね。こちら3つアイディア商品です。確かになかなかね、この私結構すごく気になったのが、折りたたみゆでざる。これどうしても本当にあるあるだと思うんですけど、一つの料理を作りたいんだけれども、いろんなお野菜を使うじゃないですか、で毎回こうお湯を捨てて、また温め直してっていうのが結構苦痛なんですよね。そうですよね。なのでこれ時間短縮にもなりますし、なんかガス代もちょっとなんか節約できるんじゃないかな、なんて私個人的にはすごく思いましたね。これはかなり便利だなと私も思います。これはぜひねちょっと探してみたいなというふうに思いました。今回ねこのアイデア商品3つ、ベスト3ということでご紹介いただいたんですけれども、ぜひねお食事というかお料理作る上でなるべく時短、そして身軽、気軽にね作りたい、簡単に作りたいということで、ぜひね皆様も日常に取り入れていただければと、ぜひ私も取り入れたいと思っておりますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、ありがとうございました。以上、ランクザ調理キングのコーナーでした。千秋のぜひものソング。さて、このコーナーはぜひものソングということで、何のぜひものかと申しますと、ズバリ恋愛です。例えばこの楽曲を聴けば婚活や恋愛が成就するのではと、私佐々木千秋が勝手にセレクトした楽曲を紹介し、毎月放送がある2回ともかけさせていただくコーナーです。今回はですね、ジュジュさんの
優しさで溢れるようにという曲を選ばせていただきました。いい曲ですね。はい、まあ、2009年と約10年くらい前の、はい、そんなに前の曲だったんですか、はい、リリースになるんですけれども、結構まだ未だにすごく新鮮な感じで私は聴けているなと思ったんですが、まあ、この曲なんですが、実際その歌詞をねちょっと見てみたところ、まあ、恋をすると、まあ、人を愛する、ちょっとね、言っちゃうんですけど、人を愛するということは、こうなんか優しさで日常が溢れるなっていう歌詞が、歌詞というか それをテーマにした楽曲なんですよ。なるほど、うん、なのでなんていうんですかね、こう好きな人にいろんなことをこう教えてもらったりとか、価値観を教えてもらったりとかをすると、本当に好きな人だとその人の価値観知りたいな、こういうことを教えてあげようかなとかっていうね、優しさにちょっと変わったりするのかな。なるほど、なんてね、愛ってってすごく深いテーマというか ね、 そ, うですね、それこそラブ&ピースっていう感じですよね。そうなんですよね、うん、という感じでね、すごくこう、ま、恋をする、ま、そして夫婦になるというところで、ま、勝手日常的にね優しい気持ちの瞬間がねたくさん皆さんにも溢れればいいかなと。おお、ちょっとそれをね知った上でもう一回曲を聴きたいなっていう感じですね。はい、ぜひね聴いていただきたいなと思うんですが、私自身もねそういう優しさで溢れた日常が来るようにという願いも込めて、今回は選曲させていただきました。改めまして今お聴きの番組愛され召し上がれ、担当は青木由美と佐々木千秋でお送りしております。続いてのコーナーはラジオで婚活のコーナー。このコーナーは料理を通じて婚活カウンセリングを実践されていらっしゃる青木由美さんが、将来そして現在婚活しようと考えている女性およびその親御さんなどに向けて、そのポイントと思わずしてしまう間違いなどについて実際のカウンセリング経験をもとにアドバイスしていただくコーナーです。それでは由美さん、今回もよろしくお願いいたします。今回ご紹介するのはですね、はい、当時36歳で婚活疲れしてた女性が、はい、婚活疲れから立ち直った方法というのをご紹介していきます。はい、婚活疲れって何ですか、どういう状況になったんですか。婚活疲れ、はい、長年ね婚活をずっとしていると、うんうん、はい、まあ、たくさんの人に会うじゃないですか、はい、でいろんな人に会っていくとやっぱり初対面だから緊張もしますし、うんうん、笑顔作んなくっちゃとかいろんなこと考えるので、はい、疲れていくんですね、だんだんと。でその中で、はい、やっぱりねこううまくいかないなとか、うん、あとはこう相手とね相性が合わなかったななんていういろいろな経験をしていくと、はい、もしかして自分ってダメな人間なんじゃないのかなとか、はあ、何か問題があるんじゃないかっていうように、うん、だんだんこう自分を責めてしまったり自己否定始めてしまうんですよ、はい、こうするとだん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 こう疲れがどんどんねこう精神的な疲れが来てしまう、これが婚活疲れっていう状態なんですね。なるほど、そうなんですね。結構ねこの婚活疲れって、はい、もう、まあ、社会現象まではいかないかもしれないですけど、はい、いろんな本が出ていたりですとか、それがねいろいろなところでですね、はい、婚活している方は婚活疲れにならないように頑張らなくちゃっていう形でね、そうなんですね、一般に浸透されている考え方なんですね。で今日ねご紹介する方法っていうのは、はい、婚活疲れだけではなくてですね、はい、まあ、仕事がうまくいかないっていうねストレスを抱えた人とか、あとはね嫌なことがあってこうモヤモヤしているっていう方にもおすすめの方法になります。お、気になります。ちなみにですけど千秋さんってストレス溜まったなって言った時ってどんなことをしてます？ストレス溜まった時ですか、うん、私そうだな、寝ますね。あ睡眠いいですね。はい、寝ちゃいます、うん、ストレス溜めた状態の時ってやっぱりこう、はい、睡眠が不足していると、はい、余計にこうどんどんね辛くなってっちゃうので、寝るってねすごいいいんですよ。あら、そうだったんですね、うん、睡眠不足って頭も働かなくなるし、どん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 こうネガティブなことを考え始めちゃったりとかするので、そうなんですよ寝るの一番いいですね。はい、ストレス解消法です、私の。確かに私もね、はい、結構ね寝るっていうこともしますし、はい、あとですねひたすらね漫画読んで気持ちを切り替えるっていうね、それもいいですね好きなことを打ち込むっていうようなことをしたりするんですけど、はい、ただまあ
単発的なものだったらねそれでクリアできるんですけど、はい、長期的なものだった場合、ね、なかなか難しいですので、はい、今回はですねそういった長期的な、ものにおすすめの方法となります、はい。やっぱり婚活の場合ってなかなか結果が出ないと焦っちゃいますし、ね、あとどのぐらいで結果が出るのかななんてなるとねこう先が見えない不安もありますし、そうですよね、自分がダメなんじゃないのかななんか女としてとかっていろいろ考えちゃうわけじゃないですか、ね、あの夜も寝れなくなっちゃうなんていう ね、 そうですよね状態になりますので、はい、あの彼女のね今日ご紹介していく当時36歳の女性もですね、うんはい、レッスンに来る前はアプリを使って、はい、自分で頑張って婚活してたんですね。おアプリ使って、ええ、お最近ね、はい、婚活っていろいろな方法があるんですけど、それこそ昔からあるこう結婚相談所に登録をするっていうものもありますし、はい、あとはですね婚活パーティーに行くっていうのもあるし、うんうん、このアプリを使うっていう方法があるんですよ。あそうなんですか、うん、でアプリでですね自分のプロフィールとかお写真とかっていうのを投稿していて、はい、でお互いにあなんかこの人いいなみたいな、まあ、いうようなねところでまずはマッチングをしてメールのやり取りをしてから実際に会うというねこういったアプリ婚活、かなりね、まあ、手軽に使えるっていう点で、そうですよね、多くの方がね利用してるんですけど、はいまあ、彼女もこのアプリ婚活してみて、はい、でだんだんやっぱ疲れてきちゃったんですよ、いろんな人に会っていたのでね。なるほどね、で婚活疲れもギリギリの状態で、はい、私が主催している愛され飯のワンデーレッスンに参加をしてくれたんですね。はいで婚活疲れの時って、どうしたらいいかというと2つ方法があるんですよ。でまずですね、はい、あの完全にもう疲れ切っちゃっててどうしようもないって言った時は、はい、ずるずる、ね、続けるのって良くないので一回スパッとやめましょうと、あ潔くそうなんですよ気分転換しましょうって言って一回、ね、おすすめやめるのをおすすめするんですね。はいでただ彼女の場合にはですねいろいろ情報あの状況を聞いていてお話聞くとまだ疲れ切ってなかったんですよ、はい、でもまだ頑張って前向きに動こうとしてるなっていうのが分かったので、うんうんはい、だったらば一回スパッとやめるよりも立ち直って早くね、はい、あの彼氏ができた方がいいだろうなっていうことで、はい、この立ち直る方法をお伝えしてきた、いきました。でね、まずそこで彼女何したかっていうとですね、はい、あの自分の日記つけてもらったんですよ。日記、ええ、自分日記これ筆記開示っていうものなんですけれども、はい、あの書いて筆記書く、あ筆記読むの筆記、そうです、はい、そして開示するこれで開いて示すっていう開示ですね、はい、これをやってもらったんですね。でこの筆記開示っていうものですね、はい、すでに数百を超える実証研究がもう世界中にあってですねいろんな研究がされている中で、はい、あの不安とかうつ改善とか、はい、ストレス軽減の効果がありますよとか、はい、あと記憶力が、ね、良くなりますよとか、あとは考え方が前向きになりますとか、あとね面接試験の合格率が約2倍になったっていうね、こういうようなさまざまな効果があるっていうのが分かっているんですね。で本当ですねこれやるときに紙にですね、はい、あの最低8分間ひたすら自分の感情とか思ったことを書き出してもらう、10分じゃなくて8分なんですね。最低8分なんです。これね4日以上続けると効果があるというふうに検証が出てるんですけれども、はい、まあ、ただ続けるのって結構大変ですよね、なかなかね、まあいいかなとか1回やってやった気分だってもういいかとなっちゃうんですよね。でさらにね女性ってやっぱり悩みを人に聞いてもらいたいなっていう気持ちがありますから、あります、はい、まあ、そこをですね考えて、で私のところでですね、はい、あの愛され飯の専任コーチを1人、うん、その女性につけて、はい、であのメールのやり取りみたいな形で情報を共有してもらったんですね、はい、で1週間ぐらいでですね自分の感情と向かうようにあの向かい合うようになっていって、はい、だんだん、まあ、自分ってこういういいところもあるんだとか、ね、あ今日こういうこと頑張ったわ私って認められるようになって、はい、婚活疲れから回復をしていったんですね、この方法ってね実はその彼女だけやってるわけじゃなくて、うんうん、あの私のレッスンに通う方全員にやってもらってるものなんですね、はい、
で、なんで全員にやってもらってるかっていうとですね、あのその他の効果が出るものも組み合わせて、うんうん、ダメなね、こうちょっと良くない男性を選んでしまう、で失敗しちゃうっていう可能性を下げたりですとか、はい、あとは効果的に結果につなげたいということで、あの感情を書き出すだけじゃなくてですね、書くことのテーマを指定したりですとか、なるほど、まあ、共有するっていうことをやってます。なるほどなるほど。時々ね、記録見返してもらえますので、はい、自分のことを知ることができるということでですね、だん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 と自分のことを冷静に見られるようになったので、はい、2ヶ月ぐらいで立ち直ることができて、4ヶ月目には彼氏ができた。あ、そうなんですね。いや、こう自分と向き合ってすごくね、難しいことですけど、じっくりやったらしっかりとね、見えてくるところがあるんだなというふうにすごく感じました。ありがとうございます。皆さん、今回のエピソード参考になりましたでしょうか。もっと詳しく知りたい、青木さんのところで実際にね勉強してみたいという方は、ぜひ愛され飯協会で検索をしてみてください。以上、ラジオで婚活のコーナーでした。皆さん、もうエンディングの時間ということなんですが、今お聞きいただいております愛され召し上がれは、毎月第2第4火曜夕方6時からお送りしておりますので、ぜひこれからもお聞きいただければと思います。由美さん、今回はいかがでしたか。今回もね、ありがとうございました、はい、私のね、インスタとかフェイスブックとかでもいろんなね情報アップさせていただいてますので、ぜひチェックいただければと思います。よろしくお願いいたします。それでは愛され召し上がれ、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は青木由美と佐々木千秋でした。では皆様、愛され召し上がれ。